皆さんこんにちは、あさひです。そしてカラー&ビューティーアドバイザーの筧早苗です。あちゅうです。はい、ということで今回は早苗ちゃんに骨格診断をしていただきたいなと思います。はい、もう最近でも雑誌とかでもね、よくあるよね。そう、私はコメントで、あさひさんはなんとかだからすごいこの服似合うとかっていうコメントで教えてもらったりとかして、お洋服の購入品とかやると、はいはいはい、で私は全然知らないんで、じゃあそれのちょっと答え合わせになるかなと思うので、そうですね、やっていこうと思います、はい。まず骨格診断とは何かというと、まあ、皆さん生まれ持って体の質感ですとか、あとラインの特徴からスタイルアップ、スタイルをよく見せる、素材だったりとか着こなし方法、素材もあるんだ。そう、素材もあるんです。あと形なんかを導き出すものが骨格診断です。と3タイプに分かれます、はい、ストレート、ウェーブ、ナチュラルという3つです、まずストレートさんというのは、一番こうメリハリボディというふうに言われていて、そう、体の厚みが横ではなくて奥行きに厚みがあるタイプです、胸の位置が高かったりとか、あとヒップがすごく上がっていたりとか、という方々がストレートさんです、でウェーブさんというのは、まあ、一般的に華奢というふうに言われている方々で、首がこう細くて長くて、で撫で型 でウエストがこうキューッと細くって、でヒップのラインがちょっと下の方についているというのが特徴です、ナチュラルさんというのは一般的にスタイリッシュボディというふうに言われて、フレーム感がしっかりしている方々です。まあ、ナチュラルさん、私もナチュラルなんですけど、こう肩が張ってる感じ、肩が目立ってたりとか、関節がこうしっかりしていたりとか、関節がしっかり、そう、結構あるあるなのが、指輪がこう第二関節の下でくるくる回っちゃって、関節が大きくて、ね、私それそれ絶対それ、くるくる回っちゃいますか、ここが太いんです。あ、そう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 、関節が、そうなんだ、そう、じゃあちょっとお二人の骨格を早速診断していこうと思います。はい、お願いします。ほら、私関節すごいの。そうだね、あとグーパーグーパーしてみると、この結構筋が出るの。あ、筋出る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 、出ますよね、すごい。私筋がさ、映んのよ、いつも手写真でほら。それナチュラルさん結構あるあるなんですよ。でも手がナチュラルだからといって体もナチュラルっていうわけでもなくて、違う方もいらっしゃるので、ちょっとまだ断定はできませんが、ナチュラルの要素があるのかなって。次は体の厚みを見るので、ちょっと横向いてください。結構まあ、見ての通り結構薄いのね、ハーチは薄いなと思った、薄いのはナチュラルさんの特徴です。あとは肩甲骨ちょっと触ります。ナチュラルさんの特徴としては肩甲骨が結構しっかりしている。あ、出てる、で続いてちょっと鎖骨を見せていただきます、ちょっとナチュラルさんの特徴として、この肩の方までこうぐーっとすごい出てる、ここいいなー、ギューって、そう、羨ましい、私にはないぞ。お尻のヒップの位置よりもちょっと上のところを触っていただくと、触った感じいきなり骨っていう感じがします、であとヒップのラインをちょっとなだらかにこう平べったい感じ、これもナチュラルさんの特徴です、なのでハーチはナチュラルです。すごい結構すごい分かりますね。そう、結構触ったりとかね、 見た感じで結構わかります、3分ぐらいで、いやでも今の聞いてて、私ナチュラルじゃないってことが分かった、あーそっかそっか、要素が全然鎖骨出てないし、おーなるほどね。そう、あと手がちっちゃくないですか。ちっちゃいです、ね、そう、これも全ての方に言えることではないんですけど、ストレートさんは結構手がちっちゃい方が多いです。そうなんだ。ナチュラルさんは手が大きい方が多いです。ここを触った時にプチッとするのが、張りがあるっていう感じかながストレートさんの特徴ですね。でナチュラルさんは、張りが、張りがあるというよりはこうちょっと平べったい感じ、厚みをじゃあ見ていきますね。はい、ここの厚みが結構しっかりあるんですよね。この位置が高いので厚みがある、しっかりある、
そして、うん、ちょっと鎖骨を見せていただきましょう。ちょっと前で見ていいですか、うん、私鎖骨ないんですよ。そう、鎖骨はねスタイル抜群なのに鎖骨は出ないというのも、そう頑張っても出ないの。それもストレートさんの特徴です。そうなんだ、ね、ハーチはここまでグーって、そう、その鎖骨めっちゃ憧れんの。ここ、これなりたいの私。でもならないか。そう、もうあの骨格的にならない。どんなに痩せても。まあ、見ての通り結構ヒップの位置が高いんですよね。それもストレートさんの特徴ですね。骨がちょっと奥にあって先にお肉に触れるっていう特徴があります。あと、肋骨周りもちょっと触らせていただきたいんですけど、これで見せちゃってもいいんだけど、いいです。自分とかお友達ともし比べるときはこうやって触ってあげると、うんうん、厚みがわかるんですよね。私熱いと思います。そう、すごい熱い。ハーチューと比べるとすごい薄いんですよね。いいなぁ、羨ましいぐらい。ストレートさんは円形、筒状で、うん、そう、筒状だと思う。ナチュラルさんは楕円形みたいな。なのでコメントにあった通り合ってんだ、ストレートさんです。私はストレートなんだ。じゃあ私たちに似合うファッション、うん、はい、じゃあちょっとお洋服を持ってきていただいたと思うので見せていただいてもいいですか。じゃあまず、うんうんうん、素材感としてはストレートさんに似合うのはハリ感があってあまりこう肉感を拾わないようなしっかりとした素材なので、今日着てるニットとかは、うんうん、ハイゲージで、うん、結構編み目が細かくて、で肉感も拾わないような生地になっているのですごく似合ってます。あ、合ってるんだ、よかった。ストレートさんこういうのすごい得意です。確かになんかここら辺がストンってしてるお洋服好きなんですよね、うんうんうん、やっぱりあの厚みがある分、うん、そこにいっぱい装飾をつけてしまったりとかすると、うんうん、逆にこう厚みをこう強調してしまうので、なるべく体幹部分はシンプルにしてあげるっていうのがポイントです。ストレートさんは、あとは胸元をしっかりと開けてあげるっていうのもストレートさん大事なポイントです。じゃあ合ってるのかも。私ここら辺開いてないとちょっとなんか、うん、なんか詰まった感じに見えちゃったり苦しそうに見えたりする原因としては、うん、まあ、厚みがあるっていうのもそうだし、結構首が短い方が多いですね、うんうんうん、ストレートさんとは。そうかも。うん、そう、朝日さんそこまでは短くないですけど、まあちょっとね若干少し短さを感じるので、そうそうそう、ここら辺ね、うん、なのでスッキリ開けてあげた方が綺麗に見えます、うん、ハイネックはあんまりって感じですか。ハイネックは、なるべくこの首の下の部分を少し見せてあげるようなハイネックの方が、うん、少しだけでもね、うんうん、じゃあ短めの方がいいです。ハイネックの方が合うっていう、はい、最近その買ったのが、うん、そのユニクロのプラス J で、うんうん、これ色味はその私のブルベには合ってたっていうことだったと思うんだけれども、はい、シルクなんですよね、うん、あ、シルク、そういうあの高級感のある素材が一番似合うのがストレートさんなので、おー、バッチリです。合ってた、ちょっとこの張りがあって、うん、艶やかな感じ、うんうん、着こなしのポイントとしては立体感のある体なので、うん、あんまりこう下に向かって広がりすぎてしまうと、うんうんうん、体の厚みがある分ちょっとこう着太りして見えてしまったりするので、ジャストウエストの位置でしっかりとマークしてあげるっていうのが大事です。へー、ジャストウエストでウエストインしてあげるとか、なるほどなるほど、まあ、ちょっとルーズ感出すんだったらウエストインした上でちょっとこうまくってこういう風に出してあげるとか、うんうん、こういうなんか本当に今言ってた真逆の下に広がって、うんうん、でちょっと広がりのあるスカートとかパンツとかで、うんうんうん、カジュアルに着るのが好きだったりとかするんですけど、うん、より合うんだったらこれをちょっとベルトつけたりとかした方がいいってことですね、うん、そうです、まさにそうです、うんうんうん、一番こういうラインが似合うのはナチュラルさんなんですよね。ちょっとゆったりとした感じ、うん、私多分こういうのね好きなんですよ、うんうん、着てそう、うんうん、ワンピースとかも似合うもんね。ハーチューの場合はナチュラルさんなのでウエストマークをギュッとしない方が逆に着痩せして見える。でそのパンツでちょっと言うと、うん、結構今分かるかな、少し広がってる方が好きなんですよね、うんうんうん、ここら辺少しつぼんでて、うんうん、フレアっぽいものの方が好きなんですけど、そこら辺はどうでしょう。そうですね、フレアとかブーツカットとかが似合うのがストレートさんなので、うん、バッチリです。じゃあ合ってる、うん、あまりワイドすぎたりとかすると、うんうん、またそれも切り取りして見えてしまうので、なるべくストレートなライン、アイラインを作ってあげるっていうのもストレートさんのポイントなので、まあ、今日まさにこうシンプルなニットにシンプルなアイラインのパンツなので、うんうん、すごいもうストレートさんにぴったりの着こなしです。私のようなナチュラルにはどんなパンツが合うんでしょうか、うん、ナチュラルさんだと、うん、ワイドパンツだったりとか、うん、あんまりこう骨感を拾わないっていうのが大事なので、うーん、なるほど、なんかぴったりとしたデニムっていうよりは、うん、ちょっとこう、うん、もうちょっとダボッとしたいんだ、そう、
デニムとかの方が着痩せはして見えます。長さとしてはロング丈が似合うのがナチュラルさん、うんうんうん、こういうのね、ラインとしてはもうこれもうザ・ナチュラルさんって感じのラインですね。でアップショルダーとか流行ってると思うんですけど、肩の位置がちょっとこう落ちてこの辺で肩の切り返しがあったりとか、T シャツとかも多いよ ね、 多いですよね。やっぱり肩の骨が気になるのがナチュラルさんなので、それをカバーするっていう意味でドロップショルダーのもので、下今スリムなパンツ合わせてるけど、うん、思い切ってこれにワイドデニムとか合わせても合わせちゃう、面白い、うん、ナチュラルさんに似合う袖はこういう感じの、下の方にボリュームがある。なるほどね、だ上にボリュームがある分、うん、カモフラージュ、そう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 、うん、ここにボリューム、さっきの肩パッドの話じゃないけど、肩パッドがあるとこうちょっといかつく見えちゃう、だから白雪姫みたいな似合わないってこと。そう、パフスリーブが一番似合うのはウェーブさんなんですよね。骨感を拾わないような素材がいいので、うん、あんまりこうペラペラした薄いシフォンとか、うん、そういうものよりもちょっとこう厚みがあるものだったりとか、ナチュラル感のある素材。今いないけれどもウェーブさんのおすすめのファッションでいうと、ウェーブさんは、なだらかな華奢なラインなので、うんうん、そこにメリハリをつけてあげるっていうのが大事です。なのでハイウエストで区切ってあげて、ふわっと広がるスカートだったりとか、あとは素材で言うと、まあ、シフォンとかこうひらひらとレースとか、結構軽い感じの素材が、骨感が華奢な分、うん、厚みのあるものを着てしまうとちょっとこう 着させられてる感みたいな出ちゃうので、ちょっと軽いものを入れてあげると馴染みます。そう、あと小物も結構重要で、バッグとか靴とか、うん、バッグ、はい、ストレートさんは本当に本革とか結構そう高級感のある、あ、本物の生地、本物の生地、本物も高い高いものが似合う。小さすぎたりとか大きすぎたりとかではなくて、うんうんうん、こうちょうどいいスタンダードなサイズのハンドバッグ、ハンドバッグね、うんうん、ナチュラルさんはこういう大きくって、でこういうキャンバス素材みたいな、こういうカジュアルな素材が似合います。あ、そうなんだ、うん。ストレートさんがカジュアルを着る場合は、うん、さっきのワンピースのような感じで、うん、例えばゆるっとした、うん、カジュアルなものが着たいとなったら、うん、ウエストはジャストでマークしてあげるとか、うん、あとは素材感かな、素材感にちょっと張りのあるものを、うん、ちょっと高級感のあるものを選んであげて、うん、でもラインはカジュアルなもの、うん、ちょっと綺麗め感がやっぱり欲しいです。でナチュラルさんが綺麗めな格好をしたいときは、例えば素材をちょっとこう厚みのあるリネンとかボコボコした、うんうん、まあ、冬だったらちょっとローゲージのものとか、ちょっとこう厚みのあるものにしてあげて、でも形は綺麗めなものにするとか。私はナチュラルです。あ、一緒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 ですね。なのでやっぱり肩の骨感とかが気になるので、かなりのこれドロップショルダーなんですけど、確かに肩感わからない。そう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 、こう抜き襟とかも得意なのがナチュラルさんなので、こうゆるっとしたラフな感じ、今結構だからこういうの流行ってるので、うん、ナチュラルさん服選びやすいと思うんですけど、うん、でかなりロングなスカート履いてるんですけど、本当だ、そう、これが着こなせるのがナチュラルさんの強み。私も着こなしたいんですけど、そういう場合はあんまり広がりすぎないアイライン、そう、ストーンとしたものであれば似合います。やっぱり太り方が骨格によって違って、ストレートさんが太るのは体幹部分から太っていく、ね、やっぱり丸くなってくる、うんうん、でウェーブさんが太ってくると、ウェーブさんって重心が下に、あ、お肉が下につきやすいんですよね。上が華奢ですごい痩せてるのかなと思ったら、なんかこう下だけお肉がついてるみたいな方とかいらっしゃったりするよ。く言う洋なし型的な感じってことか。洋なし型はウェーブさん、ナチュラルさんが太ってくるときはちょっと肩太りみたいな、なんかこうこうガシみたいガシッとするんだ、全体的にこう強くなっちゃう、強く太ってくるみたいな感じで、骨格によっても太り方って変わってくるので、だから太ったからって言って例えば
あのナチュラルがストレートになるとかウェーブがナチュラルになるとかそういうことはないです。ないんだ、はい、髪型は、ストレートさんはあの今短いからもう言うことなしなんですけど、うん、例えば長い方でこの辺にこうぐるぐる巻いてたりとかすると、やっぱり体幹部分のボリュームはあんまりつけない方がいいので、長くしたいのであれば、もう胸元を、はい、そうもう通り越しつぐらい長くするか、あじゃあ合ってたね私長い時、うんうん、それかなんだろう肩につくぐらいの、うんうん、体幹部分にあまりかからないようにするか、まさひさんみたいにショートにするか。この辺をすっきりさせたいっていうのがポイントです。でウェーブさんは逆にこの辺が寂しくなってしまうので、うん、こう巻き髪でこの辺にこうくるくる作ってあげて、ここら辺にボリューム感を出してあげた方が華やかに見えます。でナチュラルさんはとにかくラフさが重要なので、くるくるも巻きすぎずストレートすぎずこうラフな感じの髪型が似合う。じゃあ軽くこういう風にあそう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 、こういう風に巻いてあげたりとか、なんかこういう感じですごいいいと思うんですけど、うん、すごいラフ、うん、ラフな感じ、うんうん、ラフラフ、うんうん、で決まるのがナチュラルさんということで、今回は骨格診断やってきました、ストレートとナチュラルということでね、どのぐらいの割合でいるんですか？結構私のところに来るお客様は本当に均等ぐらいな感じですね。あ、そうなんだ。へー、はい、じゃあ特にあんまり日本人だからといって、うん、ということでもなくっていう感じなんですね。そうですね。じゃあそこら辺も参考にしながらお洋服選びとかしてもらうとすごいまた知識が増えてね、いいかなというふうに思います。ということで、ぜひぜひね、皆さんも参考にしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。